では、こちらユナルファーザーの代表コーチの会見を始めさせていただきます。まずは本日の試合の総括からお願いいたします。はい、まあ、プレシーズンは全部 B1 のチームといろいろお願いしてやっている中で、まあ、そこにね、どれだけやれるかっていうところを見ながら成長していくっていう流れでしたけど、まあ、今日も反省は前半もオフェンスリバウンドからのセカンドチャンスだったりとか、自分たちの準備がしっかりできてなくて簡単にやられたりとかっていうところはあったんですけど、まあ、後半ね、崩れずに我慢してやれたっていうところは収穫だったかなと思いますし、まあ、こういうね、満員のお客さんの中でプレーするっていうのが、今シーズンまあ初めてだったんで、まあ、そういう中で選手たちもいい経験になったかなと思うんで、まあ、また次につなげて天皇杯のまあ初戦に向けてやっていきたいなと思います。はい、今シーズン加入された北川選手であったり、まあ、LJ ピーク選手っていう、まあ、元々一緒に宇都宮の頃にやられていた選手が、まあ、本日も活躍かなりされたと思うんですけども、監督から見てその辺のやりやすさみたいなところっていうのはどのふうに感じられてますでしょうか。まあ、やりやすさもありますし安心感もありますし、もうあんまり言わなくてもちょっと声かければ大体意図していることを組んでくれるんで、まあ、そこは逆に言うと他の選手よりは2人はかなり長けてるかなっていう、まあ、そこでね、今回今日の試合も辛いところでその2人に助けられたっていうところがいっぱいありましたし、まあ、そこは他の選手ともね、しっかりそういうコミュニケーションを取って関係性を築いていければいいかなと思います。ありがとうございます。TF1 の田中と申します。よろしくお願いいたします。まずは今日の試合を振り返って、全体的にいかがでしたでしょうか。It was good having most of the team here, still missing one player, but it was good to win. チーム全員が、まあ、1人ちょっと欠けてはいましたけど、まあ、チーム全員で、まあ、遠征来られて、で本当に最終的に、まあ、勝ったっていうことがすごい良かったと思います。安西ヘッドコーチとは、やられるのが、まあ、宇都宮の時からもう一度っていうところで、そのあたり、何かやりやすさみたいなところっていうのはあったりしますでしょうか。I love 安西 and he coach holds me accountable and expect more from me, so I just gotta keep playing and keep getting better.本当にもう安西監督のことは本当に大好きで、本当に自分にもすごい責任感を与えてくれるので、常に日頃自分の役割だったりということをどんどん大きくしてくれるので、そういう人たちにそれに応えられるように日々努力しています。最後に、今シーズンの、目標、個人のところとチームの部分で、お聞かせいただけますと幸いです。No personal goals, just but for the team, I just want to get the promotion. That's all. で、まあ、個人的な目標はないんですが、まあ、チームとしての目標はただ一つ、B1 昇格、それだけです。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。まずは今日の試合、B1 のチームに対して勝利という形にはなったんですけども、今日の試合振り返っていかがでしたでしょうか。まあ、プレーシーズンとはいえ、B1 のチームに、チームとして勝てたことはすごい僕たちの自信になりますし、まあ、かといってでもまだまだ反省することはたくさんあるので、しっかり、開幕までにそういういい状態に臨めるようにやっていきたいなと思います。今日の試合と先ほど監督のインタビューの中で、LJ ピーク選手だったり北川選手っていうところに救われたみたいな言葉もあったんですけども、そのあたり、まあ、一緒にもう一回戦うっていうところでやりやすさみたいなところっていうのはあったりしますでしょうか。そうですね、まあ、本当に入場さんとは長いこと一緒にやらせてもらって、でまた同じチームになって、そういう僕自身も入場さんの期待に応えたいなっていう気持ちもありますし、まあ、やりやすさも本当にやりやすいコーチだなというふうに思います。今シーズン、まあ、やはりチームとしての目標は昇格っていうところだと思うんですけども、まあ、その中で、まあ、優勝とか経験されている中で、まあ、なんかチームにこういうことで貢献して、もちろんプレミアムもあると思うんですけども、なんかこういうことを貢献していきたいみたいなところで考えられているところってありますでしょうか。まあ、まだまだ全然足りないところではあるんですけど、まあ、両さんの考えているところをしっかりそのチームに落とし込むっていうところで、まあ、しっかり、自分がね、こうリーダーシップ取って、中からこう伝えていけたらなっていうふうに思っていますけど、まだまだそこは
僕自身 の, 今年の何ていうんですかね、目標というかっていうところも一つあるので、まあ、そこはどんどんチャレンジして、そういうところもプレー以外のところも貢献できるようにやっていきたいなというふうに思います。最後に、チームとして、開幕まで、開幕天皇杯みたいなところに向けて、こうやって向かっていこうみたいなところとか、ここをもうちょっと強化していきたいみたいなところがあればお聞かせ願いますか。そうです、来週天皇杯があるので、まずは、3戦に向けてしっかり、今日出た反省だったりとかっていうところをしっかり一日一日修正して積み重ねていって、まずはそこに目指してやっていければなっていうふうに思いますし、今日出た課題っていうのをしっかりみんなが理解して、それを次の練習で、修正してっていうのを繰り返していくだけかなっていうふうに思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、241でした。